応撮っとこうか。普通に自転車でここまで行っちゃえばいいか。そうだね。リアルじゃない、そう、なんで直したことだろうか、お前のせいだ、お前とその横の輩のせいだぞ、ドヒャーッて、こんなにここへこんでたっけ、あ、奥が頑張って掘ったんじゃないか、で卵フィーバーに備えて、そうそう、フィーバー、え、だってこれからじゃんじゃん産んでくれるでしょ、そうそうそう、怖ーい、ご覧ください、ご覧ください、え、これがダチョウのリアルですから、ほら見て、おい喧嘩すんな、撮ってんぞ、ほら、ね、撮影はやだろう本当だよ、まあ、決定的瞬間撮れちゃった、ね、人間と同じだったわ、え、撮ってんぞっつったらやめる人間の大声でびっくりしてやめたりは、あ、するする、だってあの柵をガシガシやってるメスにうるせえぞやめろっつったら、うん、やめる、そう、なんか出っ張りが、うん、長細い恐竜みたいだね、恐竜の卵みたいです、いいね、巣にさ 3個ぐらいポンポンポンだったら本当に恐竜みたい、なかなかね、2個はあったんですけど3個どうじゃないね、珍しい、ほら興奮しちゃって顔が真っ赤、真っ赤だね、もう繁殖期が始まるので、あー、また喧嘩になる隣とやってこっちともやる、もう疲れないのこれ、疲れると思う、絶対疲れるでしょ、うん、終わりじゃん、はい心配だ、またなんか、そうだってお隣さん両隣と喧嘩するんだもん、うん、はい、ともな感じで、こんな感じで、はい、毎回卵取りしてます、じゃあね。